はい、どうもとあるです。はい、ということで、再建総論編ですね、こちらざっとやっていこうと思います。えー、それでまず再建総論がですね、これめちゃくちゃ大事なんですよね。で、あの、まあ、条文数も399条、まあ、約400条からですね、724というふうにですね、あの、まあ、その再建全体でいきますとですね、その再建総論と再建格論契約法というふうにですね、その2箇所ですけども、それをこう、到達で見ていきますとですね、まあ、それくらい条文数がありまして、あの、かなりですね、まあ、量が多いんですよね。したがってですね、 まあ、量が多いということもありますのでですね、ここからすごいたくさん出てくるんですよ。なんで、その民法の、まあ、本ちゃんといいますか、その民法のメインの部分に関しては、この債権ですのであの、さらにですね、気を引き締め直して頑張っていくというところでございます。はい。で、まあ、ざっと見ていきますが、399条から724条なんですけども、まあ、そこの箇所に関してはですね、まあ、全体的にあの条文を覚えておいた方がいいですので、1個でも多くの条文を覚えていこうということです。で、あのその中でも、特にこれ大事ってところに関しては、傾向ペンでこうチェックはで ですね。つけておきましたので、1個の目安というぐらいです。あの本当にまあ黄色傾向のところだけ覚えたらそれでいいかっていうと全くそういうわけではなくてですね、全体的に見といてくださいというところですね。はい。 で、まあ、399条から再建の目的なんですけども、再建は金銭に見積もることができないものですね。で、あっても目的をすることができますよということはですね、これ結構古くからの歴史のこう、習わしとかがあってある条文なんで、あんまりそこまで気にしないでください。もう去年はもう昨今はですね、再建に関してはですね、あの、金銭に見積もることができちゃってますので、なんであんまりまあ意味がないかなという条文ではありますね。はい。で、400条ですね。はい。特定物の引き渡しの時はですね、全館中義務を追ってくださいってことですよね。で、この全館従義務 というところに関しては無償帰宅と比較しましたよね要するにまあ、財産法という風なお金とかものに関する法律なんですけども、えー、その中で基本的には全管事務課されているわけなんですよでもその中でですねあの 全館注義務が課されていないってことがあるんですよね。要するに、事故の財産に対する注意義務では OK というふうに、注意すべきその義務の内容の程度が若干下がっているいうものがありまして、で、それが唯一一個ですよね。無償の帰宅です。お金を取っていない帰宅だけですので、そこを忘、まあ、れて覚えておいてください。ただ、厳密に行くと無償帰宅以外にもあるんですけども、ただ、試験で出てくるところは無償帰宅一本なので、そこで覚えておいてください。401 0ですね、書類再建ということで、えー えー、債権目的物を種類のみで指定した場合において、法律行為の性質または当然の意思によって、その品質を定めることができないときは、債務者は中等の品質を有するものを給付しなければならないとなっていますね。なんで、品質わからないというケースに関しては、とりあえずは中等の品質というふうになっておりますと。で、次2項ですね。で、2項はこれ書けるように覚えておいた方がいいですよね。要するに、前項の場合において、この種類物がいつ特定するんですかって話がありましたよね。で、それがヒーロー計画のとこなんですけども、えー、債務者が物のきをするの必要な行為の完了です。必要な行為を完了する。 でまたは、債権者の同意を得て、その給付すべきるものをしていたとき、このいずれかですね、このいずれかがあると、目的部は特定するんですよね。で、特定したから何だっていうと、例えば、400条みたいに義務がこうですね、重たくなるとかですね、なんかそういうことがありますけれども。とこの黄色傾向のとこなんですけれども、あの、この必要な行為の完了って一体何ぞやということがあるわけですけども、それはその、T メソッドにも書きましたけれども、それ見ておいてほしいんですが、結局はですね、その、 サイムの内容によってですね、若干変わってくるってことがありましたよね。その中でも特に取り立てサイムですね、えー。こちら側から取りに行きますよみたいな、なんかそういうふうなですね、話なんですけど、そういう時は分離、準備、通知、えー。これがセットでしたよね。えー、分離して、準備して、それを通知するということ、えー。これがあると特定しますよってなってましたよね。はい。っていうところがあります。で、よく出てくる例としては、あの、ビールなんですよね。あのー、ビール、酒造屋さんといいますか、お酒屋さんがですね、ビールの販売していますよっていうところでですね、あの、ビールくださいというふうに電話をしました。 ですね。それ電話をして、えー、まあそのビールのじゃ例えば十二本くださいみたいなことをですね言ってましてすその十二本をですねどのタイミングを特定するかって話なんですけども、それはですね分離ですね。えー、たくさんあるビールから十二本をこう分離して引き渡す準備をしまして、そのことを準備できましたよということを通知すればその段階で特定すると言われてますので、えー、そこは一応覚えておいてください。で四百二十がざっとありまして四百四十一応改正点ですよね。法定利率に関してはもともと固定性だったんですけども、えー、これはですね。 年年3%パーののの周期変変動性と変わりましたので、3点セット年3パー3年周期変動この3つでですね押さえてておいてください、はい、でまあ、ざっと行きまして、406条から選択再建とありますけども、まあ、ここの箇所はですねあの、しっかりともう条文見ておくぐらいで良いかなと思っています。で、選択再建、そもそもこれが何かと言いますと、例えば行政書試験、行政書試験に受かったら、えーと、10万円をあげる、あるいは旅行を連れてってあげるみたいな、なんかこの選べるんですよね。ていうのが一応選択再建というふうにありましてと。でこの時に 406条から一応ルールが様々ありますので例えば406条のケースに関して債務者っていうところだったりとか407条の相手の承諾を得ないと撤回できないだったりとかですね、まあ、そのような8条か4010条法に関してもですね軽く目を通すぐらいは絶対にしといてくださいはい。 で次412条からなんですけれども、ここですよね。確定期限、確定期限とか期限定めなかったっていう場合え、その場合に応じて、いつから遅滞なんですかというふうな遅滞時期ありましたよね。えで、まあ、確定期限のケースに関しては、期限到来時、不確定期限のケースでは、そのまあ、文章のところと、で期限定がなかったら、利効請求っとありましたので、そこの再度確認しておきましょう。で、ここと比べると言いますか、比較すべきこととしましてですね、その値体時期と、時効の記算点ですね。え、遅滞時期と時効の記算点ですねえ値時期と時効の起算点これも結構出てきますので、そこの場所はしっかり とチェッックしてておいいくださいもちろんこののメンバーシップ体性コーシプコスの講座で、ももありままししたたよねななんででそれも確認しておいた方がいいい方がかなと思います412条の2ってものが出てきまして、利口不能なんですけども、利口不能のケースに関しましては、定義というか、利口不能がそもそも何ですかみたいなところに関して条文化されたんですよね。もともと利口不能っていうところに関してですね、条文がなかったわけなんですよね。利口不能って何ですかみたいなところに関して。でも、今回この改正によって、利口不能ってこれですよっていう風な、まの名文として置いてくれましたというだけですので、あまりまあそこまでの変化 はないですよね、はい 413条で受領地帯ってことがありまして、まあ、軽く見ておいてください。413条の2ってとこもありますけども、離行地帯中だったりとか、受領地帯中ですね。その時に何か事件発生しましたって時って、どっちの責任ですかっていうと、まあ、その悪い方の責任ですよってことですね。なんで、離行地帯のケースですね。離行地帯していますよっていうケースで、両方悪くないっていう場合ですね。もなんか目的物が燃えちゃったみたいな。えー、その、要するにこの、両方悪くないっていうケースの、お資格試験の出し方としましてはですね、法がまですよね。要するに この何か目的物が燃えました時の燃える原因に応じて分かれるんですけれども放火魔が燃やしたと、えー、いう場合ですよね、えー、全く見ず知らずの放火魔が燃やしてあってなくなっちゃったって場合に関しては両当事者はまあ関係がないですよと奇跡性ありませんよとなるんですけれどもでも一方でどちらか側のタバコの伏しますとかっていう場合はその人は奇跡性ありますからねなんでその放火魔って出てくると両方奇跡性がないって考えてっていう風な合図でもあったりしますのでそこは覚えておいた方がいいですね。はい でその時に、じえー、履行したいのケースに関しては債務者が悪くてと。で、えー、受領したいのケースに関しては債権者が悪いという風になってきますね。はい。という風に、両方責めにすることはできない自由なんですけども、履行地帯中だったりとか、受領地帯中では奇跡自由がこう乗ってきますので、えー、そこはそうやってですね、再度確認しておいてください。415条いきますけども、債務不履行損害賠償ということで、一応まあ線引いておきましたけれども、あのまあ、講座を使って勉強されている方からすると、解除法だったりとか、損害賠償とかありましたけれどもね、あの債務不履行の数ですね。 そこは再度見直した方がいいですよね。はい で、金銭差も特徴419条。419条これめちゃくちゃ大事ですよね。特に2項3項ですが、まずその、全個損害賠償にとっては損害の証明することは要しませんよっていう2項と、あとは3項として、えー、再務者は不可抗力を持って抗弁することはできませんみたいな話なんですよね。例えばその、銀行に行こうと思ったら銀行閉まってたみたいな話ですよね。とか、なんかそういう自信がとかですけど、そういうふうにお金を払いたかったけど払えなかったんだみたいな言い訳は聞きませんっていう話なんですよね。うん。ていうのが3項でありますよってことですね。はい。なんでこの決まった日付があるんだから、そこに向けてこう、 計画的にですすねね払っってていきましょうって話なんですよ、ね、419条3個はそんな感じでそこからもざっとありますけども、まあ、422条の2とかもですね代償請求は軽く読んでた方がいいですよね。はいで次第2件いきまして第2件423条もう第2件がなってくると最大の件ってものが成立するかしないかってところですねだんだんと覚えていくところですよね。で,なんで一応ま線引いておきましたけれども全体的に要件は再度確認しておいてください。えー、第2件の要件ですね。はい で、書く条文なんですが、えー、大儀もこれ改正点が入っていて、ちょっと怖いなって部分あると思うんですけども、でも改正されたと言っても、もともとあった判例法理です。もともとあった判例法理を条文化してくれたってだけですので、だから大きく変わったってわけではないんですよ。なんか改正民法って聞くと、変わったって印象な言葉あるんですけど、でもそういうわけではなくて、この改正民法っていうのは3パターンあるわけですよ。要するに、もともとあった考え方をしっかり条文に書いておきましょうっていうことをしましたっていう、なんかそういう話とか、あるいはですね、もともとあった制度の結論がらっと 変わったあるいは、もともとなかったんですが新しくできましたって、この3つを包含して、改正にも呼んでいますけれども、代券に関しては、新しくできたってよりかはですね、もともとあった考え方をしっかり書きましたっていうだけですので、なんかそんな感じ。はい423条の2ということで、代、えー、行詞の範囲に関しては、自己の再権額の限度ですよね。はい、ここはそんなことありましたよね。なんで、500万円貸している、この人1000万持っているときに、500、1000、どっちですかに関しては、500万ですよって話ですね。と、はい、いうところですね。で、ここの中でも若干引っ かけようと思うとですね、あの、事故の再建額に関しては全額いけますので、えー、ていうその言葉のあやですよね。なんか、他に例えば500万貸してる人が、まあ、僕がじゃ500万貸していましたって時に、他の方が1000万、1000万、1500万貸していましたって場合って、えー、全部足すと4000万借金するんですよね。でも、この時に4000万全額がいけるってわけではなくて、あくまで事故の再建額ですよなんですけど、でも、事故の再建額、この人の借金は4000万としても500万貸してますよねっていう状況で、でもこの500万って言いようによっては、 事故の債権額全額って言いますからねっていうこの全額にこう引っ張られちゃってあ、4000万かっていうミスリードを誘っていくっていう書き方ができるんですよね、はい、そこは一応気をつけておいてくださいとりあえず言いたいことは事故の債権額の限度においてできますよところを覚えておいた上でそういう風うな日本語の言い回しによって引っかからないように気をつけておきましょうっていうことですねはい。 423条の3っていうことで、金銭動作のケースでは直接ダイレクトに OK というところでした。ポイントは不動産除かれていますようでしたね。はい。で、相手の答弁を軽くこれ見ておいてください。で、423条の6ということで、訴訟告知がありましたね。これは書けるくらい覚えておきましょうね。要するに、大権の講師に関して、これを訴えていきましょうっていう場合に関しては、あの、 債務者ではない、こっちですよね。この A、B、C だったら C さんに対して訴えていくんですよね。で、その時って B さん、つまりは債務者はですね、これ入ってこないんですよ。訴え原則として。でも、ただこの大、大権訴訟に関しての結論というか、この訴訟で負けちゃうとかなってくると、債務者も不利益を受けるわけですよね。この訴訟の効果は影響を喰らうので、だからこそできればこの訴訟に自分も参加をして、言いたいことを言いたいですよね。なんで、今から訴訟しますけど来ますかみたいな、なんかそういうおさせをするんですよね。それが訴訟告知ですね。で訴訟告知の ケースがしは地帯なく債務者訴訟、ね、この置いちゃうワードは覚えておいた方がいいですね。はい,っていうのがありまして、まあここ、あとはまあいいかなと思いますあの。しっかりと基本事項を確認しておきましょうというらいですね。さ、はい、がうい声取消権いきますけども、まあ、これも基本事項ですよね。債権や大権との比較としましてですね、えーまあ、どこがどう違うかというところを覚えておくべきですよね。例えばその弁済機がどうだったっけな、だったりとか。